タッちゃん。なに、タッちゃん、その傷。別に大したことないよ。なんかあったの？ミルクちゃん、忘れちゃいたい過去ってある？そりゃこんな仕事しとるとね、覚えとりたいことの方が少ないがね。そっか。時々ね、自分のことを誰も知らん町に行って別の自分になってやり直したいって思う時あるわ。俺もそう思ってこの町で生きるようになってもう15年。懐かしいがね、たっちゃんが初めてこのお店に来た日。あの日は寂しくてしょうがなかった。誰でもいいから俺のことを知らない人と話がしたい気分だった。で入ったのがこの下の太ももクラブ。ほんで着いたのが私。確かフリーの50分。ミルクちゃんは何も聞かずに抱きしめてくれたんだよね。そりゃそうだわ、それが仕事だで。そう、ミルクちゃんにとっては仕事でも俺はミルクちゃんのぬくもりに触れたから変な道に進むことなく踏みとどまれたんだ。それなのにねえ、二人でどっか行っちゃわない？明日の始発でこの街を出るんだ。素敵ね、映画みたい。知らない街に行って知らない人間になってさ。どうせなるんだったら私小学校の先生になりたいがね。小さい頃の夢だったんだわ。なれるさ、絶対なれるって。別の自分でも俺は何になろう。あ、そうだな。はい、フリーで40分。はい、今すぐ降ります。ありがとね、たっちゃん。さあ、向き合わないかんわね、現実に。ミルクちゃん、もう逃げるには遅すぎるんだわ。